日へ更新しました。わーい。本日は富士急行線をのんびり走る車両に乗っていきます。富士急行線とは何ぞやと言いますと、大月から富士急ハイランドを経由して河口湖に至る 26.6 キロの山梨県の私鉄路線です。中央本線にも接続しアクセスも良好です。普通列車の本数は40分に1本くらい。本日はそこを走る車両、富士急行線系に乗車していきます。それでは乗っていきましょう。ローカル鉄道にしては少しリッチなことに、ドア開閉ボタンが備わっています。富士急行線についてもう少し説明しておきます。富士急行線は、富士山に一番近い鉄道を謳っており、富士山や富士五湖へのアクセスが良好で、そこそこ観光列車の色が強めです。その中、やはり富士山のふもとということもあり、道中にはスイッチバックも存在するほど険しいルートを通っていきます。どれだけ険しいかというと、大月駅と河口湖駅の標高差が約500メートルにも上るほど、一気にぐいぐい上がっていくので、なかなか乗り応えがありますよ。あ、その標高は随時あそこに書き留めておきます。大月と上大月の間では標高は上がりませんが、次の田野倉から一気に上がりますよ。さて、次の上大月駅ですが、この駅は普通種別ですら通過することがあります。この通過は1日1本だけですが、上大月だけこんな周知を受けているのは、乗降客数が路線内最下位だからかもです。だって8分歩けば大月というターミナル駅に着きますから。さて次は田野倉。ここから駅間が広くなり、標高も一気に上がります。この辺りで大月市を脱出し、都留市に入ります。もうちょっと富士急行線についての説明を続けます。富士急行線の発端は100年ほど前、馬車鉄道時代にまで遡ります。最初は鶴馬車鉄道と富士馬車鉄道という2社が同期間を経営していました。その後電化するも、遅さを理由に、富士山麓電気鉄道で譲渡し、1929年に大月駅から富士吉田駅までの区間を、本格的に新線として開業させます。なお富士吉田駅は2011年以前、昔の富士山駅の名称です。それから1950年、富士吉田から河口湖の区間が開業しました。1960年に富士山麓電気鉄道が富士急行に社名を変えてからは、観光の色が強くなります。例えば1961年、富士五湖国際スケートセンターという、富士急ハイランドの前身の会場に向けて、その会場2日前にハイランド駅が開業しました。後に駅名、施設ともに、皆さんご存知、富士急ハイランドに名前が変わります。そうして富士急ハイランドを筆頭に、富士急行線は観光的に栄えていったわけですが、2022年2月、ダイヤ改正の発表とともに、ちょっとしたニュースが舞い込んできました。それは、4月から富士急行が鉄道を分社化し、富士山麓電気鉄道が運営する、という内容。以降、鉄道事業は富士急の子会社が運営し、さらなる地域密着を目指すそうです。これにより、富士山麓電気鉄道という会社名が、60年ぶりくらいに復活することになります。なお路線名自体は変わりません。富士山麓線に変わったりとかはありません。そろそろ今乗っている車両、線形の説明に移ります。線形は、京王線で5線形として走っていた車両を富士急が譲り受けたもの。1963年から京王本線などの代表車両として活躍していましたが、後輩に押され富士急に譲渡。部隊を山梨に変えて2両編成になり、富士急での運行開始は1994年から、富士急線内でも25年以上活躍しており、すでに富士急の中ではだいぶご長寿です。それもあり、こちらでも後輩に押される形で、ゆっくりながらも廃車などが始まっています。今の残りの線形の編成数は、ざっくり言うと、少しだけやばいかも、ぐらいです。すぐ引退、ってことはないと思いますが、記録はお早めに。ところで先ほど、廃車、など、と言いましたが、廃車されていない車両も、1編成だけ存在します。その車両は岳南電車の9線形。2018年に譲渡されたばかりです。岳南電車7線形や8線形に混じり、細々と活躍しています。だいぶ昔の動画からぶんどってきた素材です。よくこんなの撮ってましたよね。ちなみに富士山の南を走る岳南電車は、富士急グループに属しています。富士急、ちゃっかり富士山を南北ともに支配しているんです。ところで線形の走行機器について言ってませんでしたが、線路幅の関係で、元日比谷線3000系から借りてきたものを使っています。京王線の区間、線路幅は 1372mm で、馬車軌道って言うんですけど、富士急行線は 1067ミリの凶器になっており、そのままで運行すると問題があったんです。だから3000系の廃車発生品を借りているわけです。返す相手はもういませんが、次の駅は、火星、です。難読ですね。富士急行ホームページには、読み方がちょっとわからない駅かもしれませんが、と書かれており、胸の内を見透かされた気持ちになりました。こんな駅名にももちろん名前の由来があります。乃木編みたいなやつの意味は、稲とか穀物とかなんですが、稲がよく成長した、ということから、火星、という駅名になったとされています。そんな都留市内では、ミルキークイーン、や、コシヒカリ、などのお米が取れます。列車は山梨リニア実験線の下を通ります。山梨県の駅はこの辺ではなく、それより西、甲府の南側にできるらしいです。開業は楽しみですが、当初予定の2027年より遅れるかも。気長に待ちましょう。列車は中央道の富士吉田線と似たルートを通りつつ、富士山にじわじわと近づいていきます。駅を重ねていくと、かなり着実に近づいていることがわかりますよ。列車はもう間もなく火星駅に到着です。その次の駅は赤坂。待ち合わせとかするときに、県名違いで行って嫌がらせができる駅です。次の駅にかけても24メートル上昇と、かなり登っていきます。まるで登山鉄道です。登山鉄道といえば、富士急ではこの線形を改造した車両として、富士登山電車を走らせているそう。富士山を楽しむために、あれこれ多彩な車内装飾が施されています。なお内装は安心と信頼の二等価デザイン。富士山と登山鉄道の組み合わせで思い出すものは、もう一つあります。それは構想として存在する富士山登山鉄道の存在。富士吉田のあたりから富士山5合目にかけて、LRT による登山鉄道の構想が練られてるんです。富士急線とは別にある構想なんです。ただ少し難航しているようですが、赤坂、都留市と止まっていき、次は矢村町。2021年9月に、矢村城下町、という副駅名が付けられたばかりです。この副駅名、意外にも今流行りの SDGs と関係していたり、この駅や地域に関する魅力を引き出そう、ということで、富士急と連携したのです。そこで、矢村城、勝山城の城下町という属性と、富士山麓という属性を合わせた、富士のふもとの小さな城下町都留のもとで、この矢村城下町という副駅名がつきました。それとこれとは全く関係ないですが、この地域はうどんが美味しいです。うどんでも十分に地域アピールできそうなくらい、一十百千一万十万百万あったらどうしたい？うどんが食べたいです。夢が間もなく矢村町というところで、なんだか見覚えのある車両が見えてきました。長野地区でおなじみの、中央本線211系ですね。富士急行線には中央線の高尾と、川口湖を結ぶ列車が1日1往復だけやってきます。この211系以外に、東京と川口湖を結ぶ E233 系の中央線も、1日2往復ほどやってきます。平日休日で種別が異なる、ちょっと面白いロングラン列車です。すごいことに、快速だと3時間かかります。湘南色の近郊が高尾負けのロングランです。矢村町を出て都留文化大学前に泊まり、次は東海市場。でもその前に都留文化大学前駅について、ちょっと解説します。1929年開業の駅が揃う富士急行線の中、この駅は2004年開業。富士急行線内で最も新しい、ハイランド駅以来43年ぶりの新駅です。でも乗降客数はだいぶ多めで、特急も止まるほどの大きな駅です。都留文化大学前駅が停車駅に加わった代わり、都留市駅がその後から切手がされました。駅の近くには結構大きめのスーパーや100均があり、それなりに栄えている印象です。そろそろ東海市場の説明に移りましょう。東海市場は、都留文化大学前駅とは打って変わって、民家の中のこじんまりとした静かな無人駅。駅は桂川第二橋梁を渡った先にあります。第一橋梁は火星駅の手前。ちなみに桂川とは富士山から流れ注ぐ川。そこから東へ東へ流れます。神奈川県では、相模川に名前を変えます。こちらは聞き馴染みのある方も多いのでは？富士急行線は途中の寿駅までは、桂川に沿ったり沿わなかったりしながら進みます。桂川といえば、大月の3キロほど東に位置する猿橋が名所として有名ですが、この東海市場の近くにもちょっとした名所があります。それが田原の滝。松尾芭蕉が、勢いあり、氷消えては、滝つおと呼んだ地です。こんな風に、桂川は昔っから、数々の人々の心を引いてきたのです。26.6 キロのうち 13.1 キロ地点に位置し、大体中間ポイントに位置する東桂を出て、次の停車駅は三ツ峠駅。駅間が広めになる分、ぐいぐい登ります。富士急行線内で唯一、西桂町に属する駅です。ここより西は富士吉田市、東は鶴市、富士見市に接する西桂町役場も、駅の近くにあります。せっかくなので富士道について、富士道は国道139号線の一部、山梨県内の道路の愛称です。富士急行線と似たルートで、富士山に向かって伸びていく道路です。その道路からは雄大で美しい富士山が綺麗に撮れるため、SNS で人気のフォトスポットです。電車だけでなく車でも富士山は綺麗に見える。ということで紹介させていただきました。次の駅は寿。縁起がいい駅名ですね。この駅、開業当時は、呉地って駅だったのですが、墓地に似ているってことで、呉地から、寿に名前が変わりました。駅看板にパッと見、墓地ってあったらビビりますよね。めでたい駅になったということで、寿入場券が売られるようになりました。今年も元旦の時に発売されました。無人駅がゆえ、寿駅では売ってませんが、また本当にめでたいことに、三ツ峠と寿の間では、南側に富士山がよく見えます。全駅との標高差94メートル、駅間に路線内最大40パーミルの急勾配を有し、また内径240メートルのカーブを含め、力強いカーブが複数存在するという点でも、かなり迫力のある区間となっています。ここ以外にも富士山がよく見えるスポットがいくつかあるので、お楽しみに。もともとは小樽高専前駅って名前だった、吉池温泉前駅を発車、吉野池温泉の最寄りです。この温泉はもともとは小樽の湯って呼ばれていました。その駅を出ると次の駅は下吉田。昔は貨物の扱いも行われた駅です。今では未公開駅士による駅舎リニューアルや、貨車、ブルートレインなどの保存が行われて、特急も停車するほど、富士急の代表的な駅になりました。せっかくなので富士急の特急についても少しお話を。富士急行線には E353 系で JR 中央線の新宿から河口湖まで約2時間で結ぶ特急富士海遊と富士急行線を駆け抜ける赤くて豪華1号車の設備が特徴的な観光列車富士山牛特急と元小田急特急、原油類観光列車、富士山くんがたくさん書かれた富士山特急といった3種類の個性的な特急が走っています。停車駅自体はどの特急も同じです。JR 直通特急や、ここまでやるかレベルの特急が走っており、地方私鉄なのに強い。豪華絢爛な富士山流特急には袋で乗ったので、そのうち動画にしたいですね。一番乗りの1号車は埋まってました。あえなし。列車は、特急も止まる下吉田に間もなく到着。6000系の向かい側に止まります。車内からも見えるブルートレインを拝み、列車は西方面、月光寺駅へと進みます。ちなみにあのスペースは、下吉田駅ブルートレインテラス、として、郷愁を感じさせる施設として営業しています。なお富士急の電車を利用すれば無料です。富士山頂との標高差がぴったり3000メートルの月光寺を発車し、次の停車駅は富士山。もともとは富士吉田駅でしたが、2011年に富士山駅に名前が変わりました。駅入り口に大きな鳥居が立っている、とても特徴的な駅です。山頂から直線距離で15キロ、日本一富士山に近い駅です。そこまでの線路も、着実に富士山に近づくような線形をしています。動画時間3分45秒や、6分3秒の富士山と比べると、かなり大きく見えてきています。残雪も大きい付近に比べると気持ち目立っているように見えます。ところで、富士山駅では進行方向を変える、スイッチバックが行われます。ここで大月線はおしまい。河口湖線に入ります。大月線、河口湖線っていうのは、富士急行の中の路線名です。大月から富士山の区間が大月線、富士山から河口湖が河口湖線です。富士急行線は実は、これら2路線からなる路線なのです。でも富士山行きの定期列車は現在存在しないので、もはや誰も気にしていません。普通に富士急行線と呼んだ方がわかりやすいですし、でも河口湖線の話をしたついでに、富士急行線の河口湖線内のみで特急に乗る場合、課金は特にしなくて OK です。河口湖、富士急ハイランドは観光の名所としてもちろん人気ですし、富士山駅にも旧スタっていう、結構大きな駅ビルがありますから、しっかりと観光利用を見込んでそうしているのだろうなと思います。富士山駅には車止めがドスンと構えられており、進行方向が変わるということがわかります。ここにかつての大月線と川口湖線の名残を見ることができますね。そんな富士山駅からは名の通り、富士山を拝むことができます。日本一の山に日本一近い駅、スイッチバック駅ですが、停車時間はあまり長くありません。今回は2分、遮るものも少ないので、この隙に素早くパチリと取っちゃいましょう。列車は富士山駅を出ます。次の停車駅は富士急ハイランド。ここからは前面展望でなく、後面展望メインで行きます。ここまでは富士山に近づくように南西に進んでいきましたが、ここからは富士山の麓をぐるっと回るように、北西の方に進んでいきます。次の富士急ハイランド駅は、もちろん富士急ハイランドの最寄り駅。最寄りっていうか、これ以上ないくらい富士急ハイランドに近いです。どんぐらい近いかっていうと、ドアの向こうにはすでに見えているくらい、間に車道とか一切なく、ダイレクトにゲートに接続しています。車窓からも、子供に大人気のトーマスたちがお迎えしてくれています。トーマスランドっていうのも富士急ハイランド施設にありますからね。一面一線と、施設の規模に反してこじんまりした富士急ハイランド駅。その次の停車駅は終点、河口湖駅です。駅から河口湖までは徒歩10分。河口湖パノラマロープウェイなど、富士急的にも売りの観光スポットが揃ってます。ちょこっと河口湖についても解説。河口湖は新富士火山っていう、富士山が 3776 メートルになる前の活火山の影響でできたのですが、その活動で生じた溶岩が川に流れていくことで、数千年前に河口湖ができた、とされています。なお本栖湖、河口湖、西湖、庄司湖、山中湖の富士五湖すべてができたのは937年とされています。ちなみに富士五湖の命名も、富士急に由来します。富士急創設者の堀内良平がそう作ったのが始まりです。これら富士五湖は、いずれも富士山の活動による、湖の分断や川のせき止めによってできています。富士山噴火による深い爪痕ではありますが、今では富士山周辺を代表する観光資源です。我々人類は自然が生んだ傷を見て、綺麗と感想を漏らす最高。列車は間もなく終点の河口湖駅に到着。トータル18駅、1時間弱の旅でした。標高差はおよそ500メートル。平均勾配 18.8% 見ると、凄まじい山岳路線でした。ここからは、富士五湖等の観光などを支える、富士急のバスもいくつか出ています。取り囲んでますねー。着きましたので降ります。本日は富士急行線線形に乗ってきました。追ってみると奥が深く、また車両も多岐にわたる深い路線です。IC カードにも対応、週末パスの範囲内と、案外乗りやすい路線ですので、大月や富士急行線沿線に用事がある方は、ぜひ堪能してみてください。最後は河口湖駅前に保存された、富士山麓電気鉄道のも1号、大月線の過酷な勾配を1世紀近く前に登った、タフな車両と共にお別れしましょう。では、ご視聴ありがとうございました。